では、どうぞ。失礼いたします。今宵もタイガーファンディングの面々が。鋭く目を光らせる。ご敬礼、今どうぞ。はい、吉田周平、二十四歳。静岡県在住です。 最終学歴は大学中退。現在は株式会社グッドフィールド代表取締役をさせていただいております。今回の希望金額と出資形態を教えてください。希望金額は1000万円。出資形態は投資、おは融資でよろしくお願いいたします。あなたが思い描く未来の姿は、英語系人気 YouTuber とのコラボ事業、日本一英語を勉強しない英会話スクールを実現するです。 令和の虎、その思いを金に変えろオール・ワナッシング新しい未来を掴かみ取れキャッチ・ザ・ファンドそれでは吉田さんの簡単な経歴を教えてください小学生の頃からですね12年間公式野球をしてまいりました えー、高校、大学ともに野球推薦で、えー、入学させていただいております。幼少期の頃からですね、親族であったりとか、父親であったりとかが経営者をずっとやっていたので、経営者に対する憧れがすごく大きかったです。大学の在学中からですね、経営について興味を持ち始めて勉強したりであるとか、 実際に副社長を任されたりしながら現場で経営を学んでまいりました。昨年ですね、2022年6月20日株式会社グッドフィールドを設立させていただいた次第でございます。では、吉田さんの今回の授業プランを教えてください。英語を勉強するという概念ではなく、英語を楽しむということをモットーにですね、人生の可能性を大きく広げられるような英会話スクールを作ってまいりたいと思っております。英語系の人気 YouTuber とコラボ。 こののの英語系というはルパ先生ル先生っていうのは今日はいらしてますいらしてるはいはいあとで楽しむというところを皆さんに見ていただけたらなとどんな先生から学ぶのかってイメージつけていただくためにも本日来ていただいてああなるほどじゃあどうですかね今のタイミングでもうお呼びしちゃっていいのかあっいってもらった方がいいですよねもしいらっしゃってるんであればじゃあ早速お呼びしてください はいどうぞルパ先生あそちらの方にあはいじゃあ引き続きえっ、ー、と質疑の質問いただいたんですけどどうですかいかがこのチャンネル登録今五十八万人のルパ先生がルパ先生そうですねでお願いします吉田さんはそのチャンネルの人なんですよねチャンネルの人ではないんですけどもあのルパと知人になりまして<う>でまあ友好関係深めていく中で YouTube 以外に一緒に事業を立ち上げようということで 合意してですねルパの YouTube を活用させていただきながらそこからつながるえ新しい事業ということで今回の e g m というものを立ち上げさせていただきましたそれでルパ先生はですね弊社であの業務委託契約という形で契約結ばしていただいてビジネスビザを弊社で取得しております今ルパ先生のアカウントから何かしら商品売ってないんですか実はあよく会社とコラボします案件動画などしたりしてます実は今 あ、まあ、別ですけど、あ、多の教材作、作ってます。あれ、イングリッシュおさるさんとかと協業してます。今。あ、はい。あ、それでコーチング事業を売るんですかね、これから。おさるさんと、あ、関係ないです。あ、関係なくては、あはい、別であでも、あ、知ってます。え、一緒に以前、コラボしたことがあります。 なるほど今から売る予定 EGM 今回売るものじゃないもので売る予定のものってどんなものなんですかルッパ先生ですね自身の,あの教材みたいなものを、うん、あの動画でこう並べていってですね安い価格で動画だけで学んでもらえるように今、うん、新しい教材作ってるんですね。 あのそれを販売して。いくとそれを販売する、今月か来月ぐらいには販売して、それとはまた別に。この英会話のスクールも売るってことです、ね。はい、そうです、ね。わかりました。わかりました。はい。ります僕、ちょうど今海外に住んでる兼ね合いで。 すごい、あの英会話レッスンしてるんですよね。オンラインもやってるし、オフラインもあの二社受けてるんですよ。はい、今ちょっとすごくリアルタイムなので、このサービスが他社とどう違うのか教えてもらってもいいですか。はい、英語を学ぶっていうことはいろいろ方法があると思うんですね。あの英会話でリアルにお話ししたりとか、それこそ、e。イーラーニングで、あの動画で学んだりとか、オンラインで英会話スクールの先生と。<laughs> 対話したりとかあると思うんですけど今回の,あの弊社の一番の強みっていうのはルパ先生が YouTube でいつも顔を露出しているので、まあ、最初からあのルパ先生から学べるっていう安心感がまず一つあるということとスクールとしてやるだけではなくてですねちょっとコミュニティ職色っていうかそういうのを入れましてあの一人で学ぶっていうのが難しい人もみんなとなら一緒に学べるよっていうところをあの強めていきたいかなというふうに思っております。はい、横ばばいいのつながりはととても大事です言語勉強といえば 僕の好きなことわざですけれども早く行きたければ一人で行けでも遠くへ行きたければみんなで行けということわざとても好きですけれどもあそこのちょっと哲学的に使ってコミュニティあ一緒に作りたいです生徒のレベルとしたら初心者向けですかそうですすかそうねあの基本的に初心者の方はターゲットにしてるんですけれどもあの実際ネイティブの先生がいらっしゃるので。 あのそこに学んで自分自身も中級者以上になってネイティブになったら先生になれるっていう制度も入れていこうと思ってますなのでもともと留学とか英語を学んできた方々もあのここで少しコミュニティで一緒にみんなとこう学んでいけば先生の方に入っていけるっていうことも、えー、検討はしていこうと考えております。サービスってどういういうに提供すするんですか,、はい、か決済した後の体験 がのイメージがつかなくて今、はい、体験自体は今オンライン中心にやっているんですけども、うんえー、まず決済完了しますそして、えー、その後ですね、あのー、限定の Facebook グループっていうところに今招待させていただいてるんですね、うん、でそこに入っていただくとルパ先生が毎週あのショート動画でお題をつけてこのトピックについて学んでくださいっていうのをまず週に2本送られてきます。でその後に ルパ先生が復習であったりとか、あの発音の確認するために1週、2週間に1回ですね、今はで、ズームでオンラインでレッスンということもやっております。で、実際にルパ先生に会っていろいろ学んでみたいっていう方もいらっしゃると思うので、月に1回イベントっていうのを開催して、東京近辺で開催したりとか、そういうこともやらせていただいております。あとコンテンツとしてはもう一つあるのは、トピックをですね、ルパ先生が毎回文章で1週間に1回出すんですね。そこについて生徒同士でディスカッションしていこうっていう、 <laughs> 生徒同士が英会話をしていくっていう場も今は設けております。これからまだあのコンテンツとしてはまだまだなんですけども、あの実際にお客さんの声であったりとか周りの方々の声であったりとかをしっかりスピード重視して反映させていけるようにブラッシュアップしていくこうとは考えております。今はモニターで15人ですよね。はい。これが1000人になった時に体験価値ってなんか変わりそうだなと思うところあります。はい。実は僕たちのビジョンはもう少しプラットフォーム作りたいです。 あ例えば、ネットフリックスあ、ネットフリックスご存知ですかあネットフリックスでいろんなジャンルがありますね。テレビ番組、あド,あドラマ、映画がありますあ。そのように英会話のコンテンツを出したいです。例えば、いろんなレベル、初心者レベル、あネイティブ英会話レベルあ、テスト向けのレベルのようなプラットフォームを作りたいです。あだから、生徒はそのような素敵なプラットフォームで勉強したり、 その後実際の Zoom レッスンとかでその学んだ英語を使う場所も作りたいです。あとちょっと少し補足させていただくと、うん、ルパ先生の周りにはあのインフルエンサーが結構いらっしゃるんですね。あの英会話系のインフルエンサーです。なのでそのインフルエンサーの方々とコラボしながらルパ先生だけではなく影響力のある先生であるとかネイティブのある 英語を話せる方であるとか、そのような方々ともコラボレーションして、ルパ先生のファンビジネスっていうところから徐々に徐々に、えー、いろんな先生から学べるっていうところもあの価値の一つとして提供していこうと考えております、うん。長期的なビジョンはすごい素晴らしいと思うんですけど、はい、私方質問の意図はもう来月再来月の話で、はい、思いっきりこうサービスローンチして1000人ドカーンって集客したときに。 例えば Zoom だったりとかその顧客の体験がの質が落ちるんじゃないかって、はい、今15人に対して提供しているものよりっていうような懸念なんですけど、はい、その想定される懸念とかありますかっていう例えば来月1000人になっっちゃったと、はいはい、現在もうすでに2人のインフルエンサーを抱えておりましてすぐにもうその先生は出動できるような流れ今取っております<ー>で、えー、もう今のうちからそのマーケティングプランでそれぐらいいくっていうことを見越して動画の撮影始めようと思ってますここは初心者プラン、えー、中級者向けビジネス英会話 ファッションの方々が使いやすい言葉など動画ですぐに誰でも学べるように整えていってズームの回数も増やしていこうと思ってます、うん、ルーパー先生だけじゃなく1週間に1回であるとか1週間に2回学べるように用意もしていこうと考えております、うん、僕も海外にお店があるんですけど株式会社お客様皆様おかげさま代表島田孝文通称島ン学歴なし人脈なし借金を抱えながらの開業で今や国内外問わずラーメン界を圧倒 全国フランチャイズ店舗プロデュースなど人の役に立つラーメン屋として快進撃ラーメン屋経営僕も海外にお店があるんですけど全く英語ができないんですよ英語がめちゃくちゃ嫌いなんですよ勉強も大嫌いなんですよこんな僕でもいけますかもちろん大丈夫です <laughs> 大丈夫です <laughs> きっかけがまずないその英語を覚えようとは思ってるけどなかなかそういう習慣もない 人に対してどういうアプローチするんですかルパ先生ですね実際に今生徒も15人に教えてるんですけどその生徒さんのお声ですね実際に上がったものとして今まで一切英語を手につかなかったみたいなんですねもう学ぶ習慣が作れなかっただけどルパに出会って EGM で勉強始めてみたら英語を学ぶのが楽しくなっちゃって他のところにももう どどんどん,どん,どん YouTube とか見て英語を勉強しすぎちゃって電車乗り遅れるぐらいなんか大好きになっちゃったっていう嬉しいお声も頂い,いてるんですねルパ先生がなんか提供するその何て言うんですかねこのキャラクターもそうですしなんか楽しいと思っちゃうような実際にやっぱ英語を教えいる時は目の色変えてやっぱり真剣に求めてるものを提供するんですねあの動画も後で見ていただければと思うんですけどもじゃあ僕みたいな超初級に対してやる授業ってどんな,どん,なんですか どうやっったら楽しいってなるの僕そうですか、ね、僕は7年前に日本に初めて来ました。その時僕は18歳で僕は英語の先生でした。小中学校の英語の先生でした。でいくつかのびっくりしたことがあります。まずは日本人とても英語が好きです。だからたくさんの小中高校生が大人になって英語が嫌だと思ってます。でも そ,そこに対して僕が思っていることは、勉強し方が間違ってますから、英語は他の科目科、科学とか数学、歴史ではなく、英語は勉強しないものです。実はシャワーのように浴びた方がいいと思います。だから最初はたくさんのリスニングしてから、その後、だんだんいくつかの表現とかピックアップして、その表現を実際に練習してます。だから僕の あおすすめがどうとても英語,を聞く、ま、英語を聞くことです。でもそ昔はありましたよね、CD で。聞くだけでも、一番大事なことは、自分の好きなものを聞いて、自分の好きなものに対して英語を学ぶことです。例えば、つばらない教科書で、ある日の祭りについてじゃなくて、もし格闘技が好きだったら、スポーツが好きだったら、 そそののここととを英語でで学ぶことですそのコンテンテツまあこれから作っていくものもあるんですけど今ちょっとクリティカルじゃないところもあったと思うのでもうちょっと補足させていただくとやっぱり英会話学ぶっていうこととその人が好きなことっていうのを掛け合わせると楽しいにつながると思ってるんですね。で僕の場合ですけど僕が英語を学んでみたいと思ったきっかけはもう完全にルパ先生と旅行に行ったことなんですよ。実際に、うん 僕出会ったところがタイっていう国なんですけど、たまたま僕がタイに行ってる時にルパ先生三ヶ月滞在してて、そこで YouTube 撮影してたんですね。たまたま会って、一緒に海外の観光地回ったりとか、ネイティブの方と海外の体験をしたときにあ、英語を学んでみたい、この英語を覚えたら海外旅行が楽しくなるかもしれないっていう未来の姿が想像できたときに英語を学びたいって思ったんですよ。なので生徒の方々にアンケートで好きなことであるとか夢っていうのを あの吸い上げるようにしてます。その生徒たちが好きなことに英会話をつなげていく。そうすると人がこう楽しくやってくれるんじゃないかなというまあ想定なんですけども。一人一人個別に対応していかないといけないということですか。動画のそのコンテンツで好きなことをこう <laughs> 誰かの好きなことになるように動画教材作っていこうと思っております。あの僕らが想定してシナリオを作ってやるんじゃなく、生徒の誰かが好きな傾向が強いものをどんどん先に教材にしていって楽しいっていう体験と紐づけてもらえるように。 用意はしていこうかなと考えております。 ご自身はもうううそそれでででで英語ができるようになったんすすかそうですねあの半年ぐらい今ルパ先生と学んでるんですけど、うん、全く本当にできなかったですね。ところから、はい。英語のやっぱり偏差値も30ぐらいだったとこ,ろところからリスニングは少しできるようになってきましたのでまあ<僕>途中なんですね今。ですね。で僕がやっぱり話せるようになるっていうことも一つの説得力になると思うので真剣に本当に英語を勉強してネイティブ並みに話せるようになろうと今努力しようと思ってます。志願者が提案するののは英語の勉強を しない英会話スクール。その実態とはいかなるものか。序盤戦ビジネスの全貌を探る。新生 U のキャブフランチャイズ加盟店大募集。詳しくは概要欄から。いやもうめちゃくちゃいいと思います。そのまあサービス自体のなんか質みたいなのはちょっと。 まだもうちょっと話聞いてみたいんですけどコンセプトめっちゃいいし YouTube チャンネルも育ってるんでいけそうだなっていう所感ですちょっとお伺いしたいんですけど、はい、グッドフィールドの代表取締役就任2022年6月って書いてあるんですけど、はい、資本関係は記者はどのくらいいるんですか<あ>資,本資本関係はもう 100%, 100株主ですあこの時にご自身で作られたんですねそうですゆるぱ先生とは資本関係はない業務契約のみないです業務契約で私の会社から報酬で払うっていう形ですよね、はい 報酬形形態態はどういういなんですか業務委託契約で月20万円っていうところをあのビジネスビザ取得するための,あああの文言にしていますで契約自体は1月からにしているので 1>,、うん、1月から報酬を支払ってくださいっていう、まあ、一応契約書になるんですねなのでそこまでに20万円以上は超えていけるように一緒にビジネスをやっていこうと思っております。 はい英語って正直 YouTube にも腐るほど上がっててこの時代を先取りする動画マーケティング界のパイオニア株式会社サンエイトを代表取締役竹内浩一 YouTube の可能性をいち早く見出しビジネス界に激震を与える好奇心旺盛で人を巻き込む力はまさに天然ブルドーザー YouTube 界の対応はいかなる志願者の未来を照らすのか このルパ先生のやつを見るってなると本当にルパ先生が好きじゃないとならないと思うんですけど今業務委託だとかなり立場的に弱いですよね。ルパさんがあもうやめたって言ったらこのコンテンテツがもうう成り立たなくなくっちゃうんですねそういうわけではなくてですねあのルパ先生のビジネスビザを弊社で取得しているのでルパがやめたってなると日本でビジネスがルパできなくなでも違うところでビザ出してくれるってうちが出しますよって言ったらできちゃうわけじゃないですか。まあ、そ,うです、ね、そこはやっぱり雇用契約に 移していくっていうところは、まあ、課題の一つかなとは思っているんですけれども始めた段階で雇用保険であるとかそういうところをあのやってしまうと弊社としてもこう最初リスキーかなと思ってこれてルパさんがじゃあ自分でやりますって言,言っちゃったら終わっちゃわないですか,ですか自分で法人立てて自分,に自分でビザ出しちゃえばいいだけじゃないですかああ僕はととも仲間ああ信頼します僕はビジネスの詳しいことはあんまり上手じゃないですだから僕はせ先生のことをしたいです ああ周平がああもうちょっとブビジネスの詳しいことをしますああだからとてもいいああコンビだと思います <laughs> まあでもちょっと不安ですよねその関係性がこれが予想としてすごく株式会社アドヨス代表高澤祐樹。イスラエルの大学院で学んだ後広告業を主軸にビジネス展開一人会社を年少数億円規模まで育て上げる実績を持つモットーは責任ある自由人 誰にも縛られない発想でタイイガーフファンンディングにパラダイムシフトを起こすすごくあの集客もできてうまくいった時に吉田さんのこの開催価値というのがそのルパさんにとってどれだけのものになるかっていうまさにちょっとさっきの繰り返しになっちゃうんですけどあれこれ自分でできるじゃんっていう話にもしなった時に今だったらこの関係性でやっていこうよってあるんですけど、まあ、スタートアップ あのあるあるでよくあるわけですよ創業者同士が中規模になった時に仲違いして別の方に行っちゃうみたいなその時のルパさんの価値っていうのがこのぐらい高くて要はルパさんありきのコンテンツになるじゃないですかもう一つ新法人立てようと考えておりますで、ルパ先生のファンビジネスっていうところがやっぱり私も懸念だったのであのルパ先生以外のインフルエンサーさんとも コラボレーションして、まずファンを吸収するっていうとこ、それぞれの,あのインフルエンサーさんと一緒にやっていこうと思ってます。最初はでもルーパ先生なんですけども。で、売り上げがこう上がっていくにつれて、利益がすごい上がりやすいビジネスモデルだと思うんですね。固定費があんまりかかっていないので、人件費、広告宣伝費ですね。固定費ではないので、変動費が大きいんですね。利益率70%目指してます。で、その利益率からルーパ先生と一緒に法人を立ててですね、そこの株主を2人で。 なってですね。そこで、改めてビジネスビザを取得しようと考えております。これまだすごい先の話なんですけど、はい、24歳でまあ、30歳ぐらいの時にですね。あの、しっかり事業を頑張っていってですね。まあ、他も頑張っていこうと思ってるんですけど、うん、成功させて学校を作りたいという夢があるんですね。実際に教育事業をやっていたっていう。まあ実績ですね。作っていかないと、そういうことは現実的に無理なのかなと思ってまして。今回の事業をきっかけにまあ。 もう一つその先の先ビジョンですね実際にリアルな場っていうとやっぱハードル上がっちゃうのでこれから Web3 っていうのが来ると思ってるのでメタバース上で学校を作ってあの夢の話ですごめんなさいそこで現実にその校舎ができたってなるとまた話題も沸騰して面白いのかなっていう、まあ、今のイメージですこれはどんどん時代とともに変わっていくことではあると思うんですけども最終的なゴールは学校を作るっていうところも夢の一つとして18歳の頃から思い描いてたことなのでしっかり実現させていきたいなと思っております。 本当に今のの学校の教育ですね自分の本当にあの好き嫌いもあるんですけど先生にこの前慣れしてこの通りに行きなさいっていう教育自体にちょっと違和感をずっと感じてて前慣れしようって先生何でするんですかってよく何でっていうことを聞くあの幼少期だったんですね。生徒ののの個性っっていうものをやっぱり今日本の教育って 少しちょっと縮めちゃってるのかなっていうイメージがあるんです。なので、生徒がこう学びたいことを個性豊かに表現して成長していけるっていう、まあ、いろんなことがいろんな先生から学べる、まだちょっと抽象的なんですけども、ゆくゆくはそういうことを作っていきたいとい。とりあえず300万願いします。ありがとうございます。で、えー、竹内さんから300万円が出ました。 違いませんね、たけよさんああ <laughs> <laughs> 王さんもいいって言ってるけど、そんないいかね、これうんーん、まあ、僕はいいと思います本当はい、YouTube あるんでまあそれもそうだけど、そんなに来るかね、これいや、実際たぶん英語教材扱ってる、うん、塾も含めですけど、うん、そんなに儲かってるって聞いたことないんですよリサーチしたことあるんですけど その辺ってどう思われます英語とコミュニティっていうところがここまた強みになってくるかなと思いまして学ぶっていうことと体験ですねここ掛け合わせることによってスクールとコミュニティのその市場の間を取っていけるかなと思っておりましてなのでまあ楽しい企画も考えてます実際今イベントでピクニックしたりとかそういうのやってるんですけどもうちょっと規模が上がってくるともう本当に10名限定で海外ツアー行こうとかそういうことも企画したいなと思っております、は。い あのオンラインサロンみたいな感じですね。はい、オンラインサロンとスクールをしっかり掛け合わせて学べるし楽しめるっていうところを重点的に置いてやっていきたいなと思っております <laughs> これ出資したらど結構ビジネスモデルに口出していい感じですかもちろんですあのご教授いただければできるだけ反映できるように努力いたします逆に他にこういう形でやってるのはないんですか先にもオンラインサロンみたいに ユーチューバーとかインフルエンサーさん単体でやられてるとこは他にもあるんですけどあんまり伸びててないっていっうのが今現状ですそこになんで伸びないのかなって考えた時にやっぱりインフルエンサーとユーチューバーなのでビジネスマインドっていうとこがちょっと欠けてるのかなと思っておりますマーケティングプランもしっかり動線組んでやっていくってところも。あの 加味してやれればそこと差別化は少し図れるのかなとそのビジネスマインドを吉田さんは持ってるってことですね努力いたします何か実績はあるんですか<実>先生の実績よくわかりますよはい。吉田さんそんなすごい人なんですかすごいって言ったらちょっと恐縮なんですけれども、うん、一応弊社の株式会社グッドフィールドですね、うん、マーケティングのまあウェブマーケティングと LP ホームページ制作というところで一期目やってきまして一期目で4千万円の売上っていうのは 立てることができました全然すごい数字ではないと思うんですけども他よりは少しあの他の24歳よりはですね、まあ、いっぱいすごい人いると思うんですけど謙虚にやっていけばしっかり成果を上げていけるかなっていうのとあのこういった虎の,の方々であるとかご教授いてしていただける方のアドバイスとかをしっかり吸収してやっていくことができたら すすごい実業家にはななれるのかなと思ってて努力してますそうねだって他のユーチューバーにはビジネスマインドがないって言ってても、ね、年収4,000万なんだからそうですね,ねそれとかもやっぱ僕は引っかかりますよねまあ知ってんのかもしんないけどねだから先生はすごいよこんな登録者集められないでその吉田さんがどんくらいすごいかによるよねこれはね竹内が金を積み場が動く 一方で志願者の実力に懸念を抱く虎たちこの局面一体どう戦い抜く後半戦物語の結末を見逃すなちょっとここで僕の言葉なんですけど、うん、ちょっと僕も先ほどチャンネル見させてもらったんですよルパ先生<お>ラウンジグループ代表、バン中村。 ポリシーサロン経営から喧嘩バズるロワイヤル取材令和のトラ司会までバズりの法則を持つこの男ブレイキングダウン賛成を起爆剤に持ち前のバイタリティであらゆる業界に牙を剥く志願者へと語りかける今宵俺とぶつかり合うのはあんたでもいいよ確かに57万人いてすごいなとは思うんですけど、うん、まあ正直その登録者が稼いだのはあのコロナ禍の時のオンラインで。 学ぶ時の、うん、まあ、そこでのチャンネル登録者数なのかなってさ、まあ、ちょっと見せてるこの絵、まあ、皆さんは見れないんですけど、資料的には、その何百万再生っていうのも3年前だし、直近のはもうほぼ5万ぐらいしか回ってないんですよ。申し訳ないけど、僕は YouTube 本気でやってるから、ちょっとチャンネル死んでるなっていうのは正直な意見で、で、令和の虎ですら10万再生稼ぐのにすごい大変な状況である中で、まあ、僕自身もそうなんですけど、そんな簡単に YouTube へ、 が、チャンネル登録今あるから宣伝ができるってわけじゃ今もうないんで、チャンネル登録が100人でも何百万再生できる可能性もあるのが今の時代のやり方なんで、ちょっとそこのこの5ページ目のこの資料の登録者数58万人で0.035っていうこの数字を弾き出しているパーセンテージが、ちょっとごめんなさい。やっぱ嘘が僕は嫌いだから、 ちょっと実際の数字にちょっと反映されてないなというか、50万人いて100万再生されるようなチャンネルであればいいんですけど、ちょっとしばらくの間もチャンネルが少し壊れているような状況に僕は見受けるんで、ここの数字はちょっと訂正すべきなのかなとはちょっと思ったんですよね、司会者としては。実際、例えば僕が出てるブレイキングダウンでも300万人以上いる朝倉三来さんのチャンネルで、 まあ実際ブレイキングダウンの会場には3,000人ぐらい2,0003,000人が来るんでそうするとそのぐらいのこのパーセンテージになってくるんですけどちょっとこれ掛け算割り算してもちょっと数字がちょっと狂ってくるかなというかちょっとその辺の疑問はちょっとあるんでそういうところも少し訂正していただけたらなというか、まあ、もしくはその疑問を払拭するというか YouTube でどうまたここを再起していくのかみたいなしばらくちょっと力が入れられてないみたいなこともちょっと先に伺ったんで。 その辺ちょっと説明してもらっていいですか。はい。あ、まあ確かにそうですね。まあ正直に言うと YouTube とても大変ですね。あ、よく波ます。上がったり下がったりします。僕はもう六年あ五年間ぐらい YouTube 知ってます。その五年の中によく上がったり下がったりしています。僕が気づいた本当に大事なポイントはエンタメと教育のチャンネルの違う点です。 もちろんエンタメの、うん、あチャンネルだととても再生がとても多いです。面白いドッキリ、<laughs> <laughs> あ恋愛話とかしたらみんなあ見ちゃいますね。うん、みあ見ています、うん、あでも教育、英語勉強の動画だとあも,あもちろんみんな見たくないです。勉強してる人あ見たいだけです。でもあそこに対してとても大事なポイントは、その 教育の動画の一つの再生の方が力あると思います。なぜかというと、もしエンタメのチャンネルが何かを宣伝したらあんまりつながってないと思います。うん、でも、もし英語勉強のチャンネルで英語勉強,る、うん、勉強コンテンツを宣伝するともっと力あると思います。バン中村さんのチャンネルは バラエティだだから再生回数高いんよちょっと見下されたってことですけどそう、うん、でも本当そのことは聞きたくて、えーえー、むしろ YouTube だけで今マーケティングとかプロモーションでちょっともう違うのかなって思って、うんうん、例えば YouTube プラス AO さんがやるようなそのキャンプみたいな。 その英語をやるためのみたいなそういうのがもし掛け算されたらっていうのはちょっとあるのかなとは本当に思っていてやっぱ50何万人って本当すごいことなんですけどそれをどうもう一回復活させるかっていうのもすごく大事なあのプロセスになるのかなとは思いまして、ねまあ、僕もね、はい、あのフランチャイズチャンネルっていうすごいこうマニアックであのそのなんていうか専門的な。 チャンネルやってるんですけどそれだけじゃ見てもらえないかなと思ってこういうバラエティーに出てます大変ってことですねちょっと分かりなかったのこのボケ <laughs> もう一つのこと僕はずっと半年間でずっと僕、うん、のプロジェクトあであ頑張ってますまあ120本の動画教材作ってますのでそれはもうすぐ終わりますからあと11月12月もうすぐですね、うん、その日から Uh, e、にもっとと協力したいと思い思ますもう一つの教材は、また他の会社さんと組んでやってるんですかいあ、oh, yeah, uh, 自分でやってます。合体できないんですか、oh, そうですね uh, 僕の一つの、uh, いい考えと思ってるのは、僕は教材を使って、uh, 作って、他のネイティブの先生がその教材を使って、uh, 生徒たちに教えることです。まだ僕、uh, ルッパ先生から 習ってるみたいなイメージですけどももし生徒たちが1000人とかだったら僕は毎回毎回のズームレッスンに出ることができないですけどももしそうすると僕は出なくてもいいです。僕のネイティブ先生が僕の教材を使ってまだ僕の教える方法を使えます。教材いくらだ 売るんですか結構安いと思います。今と思っているのは120本動画のために1万2000円, 1> 1円で買えるんですかそれは。 また EGM と別,別ですけど、うんうん、僕あの株式会社イヤシープ代表林直弘学習塾で全国制覇年商100億円超えを実現次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤシープフランチャイズチャンネルでさまざまな業態を支援積んだ金額は驚愕の2億円超え積む積む積む軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王今宵も聞けるかサービスですよ昔武田塾イングリッシュってのをやってまして。 登録者数が3万人さらにまあウパ先生の枠じゃないですけど森哲先生っていうね東進ハイスクールの映像コースでチャンネル登録30万人いる先生を連れて先生的な位置ですよで僕の塾の卒業生でト o e i ック満点で英研究を持ってるすごい人でそれってすごいもう YouTube で頑張ってるんですけどそこまでせい来こないですよね。 いやそれは何かしらうんだからもちろん単価も違うしだちょっとなんかこう心配なんですよ。我々1000万も入れるわけじゃないですか、まあ、今回価格帯が違うから,だから先生がいるから、まあ、もちろん竹田塾イングリッシュが、ね、何か悪いのかもしれないんだけどもう本当お猿さんに相談したいなと思ってるぐらい <laughs> そうなんですよね、うん、だからそういうのもあるから、まあ、結構頑張ってるわけよ。 最強の夫人似た構造なわけよ。もちろん単価が違うから。それでも、僕がやってもうまくいかないことがあるわけですよ。だからこの二人がうまくいくか、価格帯が違うか、いくのか。本当に実はすごい人ね。未来ある若者だから、僕よりも力があるのか。僕でもうまくいかなかった YouTube かける英会話授業。行、うん、かせられますかはい。必ず成功させます。うーん。 吉田さんのマーケティング力にかかってるんですけど1本あたり3万再生されると仮定してどういう風な動線組むんでしたっけまずですね一応 YouTube からの動線で今あの購買用の LP サイトは弊社で作らせていただいたんですねでもそこにいきなり飛ばすとやっぱり購買率って高くならないと思うのでもう一つリストをを取得すする LP を構築しようと考えておりまその LP を構築してまずメールアドレスと、えー、公式 LINE ですねに えー、アカウントを飛んでいただくような形にして、これ、理由といたしましては、LINE がバンされちゃったときにリストいなくなっちゃうと困るので、うん、メールアドレスとアカウント、両方、LINE、えー、アカウントを、えー、取得しようと考えております。で、そこにですね、L ステップとステップメール、しっかり PDC 回しながら、えー、コピーライティングの精度を高めて、えー、CPA1 万円ぐらいでリストは取得できるように考えております。っ CPA っていうのは、LINE 登録 CPA ですね。はい、そうです。ステップメールにつながるまでの C での CPA すね、うん 1> CPU が1万ってことは広告って,ってことですよねすはいあの一旦 YouTube だけに絞って話しましょうか、はい、3万再生1本の動画で撮れたと仮定すると、はい、何登録できますか10%取りたいと考えておりますなので3000人ですね、うん、まあ10%から5%の間で取りたいと思ってます、うん、なので1500人から3000人を、うんえー、LP を見てもらうことによって、えー、LINE 登録今までいくとそ,そうです LINE 登録とメールアドレスの取得ですね、うんうん、まあよくて本当にすごいできすぎなんですけども LINE 登録から制約までは何ですか 制約率ですか、はい、3000人獲得できた場合ですね、そこの10%を制約につなげられればと思っております。じゃあ3万再生の動画が1本取れたら300人入会するんですかちょっとできすぎですけど、甘すぎるな、はい。まあでも本当にそれぐらいの気持ちでやろうと思ってます。実際 <laughs> 気持ちでじゃないです、はい、マーケティングは。はいはい、一応相場で言うと、YouTube から LINE 登録の相場はよくて1%です。なので3万再生取ると300リスト取ります。でそこからえ ででの制約率は良くて10ですなので、えー、と大体300 3万再生を取れば30人が良くて会員になると思ってください、はい、なので1000人を目指す場合はじゃあ何再生と合計で取んなきゃいけないのかでそれが延べじゃだめなのでユニーク視聴者数として何再生取んなきゃいけないのかっていうところから仮定してこのチャンネルを見ていくっていう見方になるので、はい、もうちょっともうちょっとその相場をし,した方がいいかもしれないです、ね、すみません勉強不足です、はい、トラたちの厳しい指摘に己の勉強不足を実感する志願者 厳しい戦いを強いられる後半戦形勢逆転の一手を打ち込めるか思いついたのがそうですねリライブシャツというシャツなんですが面白くないとやっぱ続かないと思うんですね僕が一番衝撃受けたのが DJ 社長が英語の学び方みたいなのをやってる えのがありましてそれ見て真逆の発想やったし発音の仕方とかあなるほどなっていう風うにすごい面白かったで,すで面白いから一時間ぐらいあるのかなあの動画ずっと見てたんですよ面白いからでも続けられないんですよ面白いなと思ってもだからそれぐらいやっぱり面白い講師じゃないと続かへんのかな僕勉強し,してこなかったけど一番今勉強してるのは中田さんの YouTube あれねやっぱ講師の中田のあっちゃんがすごい面白いから 学ぼう学ぼうってなるし、ずっと聞けるっていう感じなんですよ。それが実際あるのかなっていうのは心配なんですけど。 まあエンタメの要素じゃないけど英語を勉強したい人が来るんで、そこはまあ、セグメントされてるじゃないですか。今、<ー>したくないのに、する気持ちにさせてくださいってと、ベクトル違うと思うあと、月5000しか取らないですよね。入、はい、ってます<ー><大>最初は5280円,円ですよ、ね。だから、喋れるようになんないですよ。月5000払ったぐらいでならないです。<laughs> <laughs> ただ、楽しいコミュニティ作るだけで、わーって終わりでしょ 入っ5,000円で喋れるわけないもんね 5, 円で話せたっていう体験を作ることによって話題は作れるのかなと思ってます皆さん多分そのように感じられると思うんです、ね、日本一英英語を勉勉強強ししなないい会話作るんだから勉強 5, 円で勉強しないけど喋れるよりはならならいと思う自分はこれルパと話してたんですけど、うん、勉強するっていうことと学ぶっていうことを大きく定義分けしてるんですね。うんうん、勉強するのはどちらかとやらされるみたいなイメージなんですけど、うん、学ぶっていうのはもう自ら主体的に学びたいっていう環境を作ることによって、うん 本当に英語力は向上していくっていうのはルパ先生の感覚の部分もあるんですけど、うん、そこはもう彼を信じようかなと僕も思ってますで5200アップセルする商品とか結局こ,うこ,のここのコミュニティの人はどうやったら英語喋れるようなのここに入れば英語が好きになって勝手に好きになるから喋れるようになるっていう理論アップセルももちろん考えさせていただいております、うん、まあ、うん、最初のまあコミュニティ職なのでコミュニティに入られる方のまあ心理っていうか、うん、そういうものとしては最初に入ったんで優遇してほしいみたいな 気持ちも少ななかからずあるるのかなとは思ってるんですね、うん、なんで生徒100人ごとに500円価格を上げるであるとか、うん、まあ再入会したら価格上がっちゃうんで最初入っていた所お得ですよであるとか、うん、ある程度その人数が増えてくると、まあ、YouTuber に実際になってみたいとかインフルエンサーとして活動してみたいっていう方々に、うん。

コミュニティにしちゃえばいいと思うんですよで。見てください、もう隣。超色男じゃないですか。このキャ,キャラクターで、えっと、英語好き、えっと、海外旅行好きを男女集めて、そういう合コンみたいなのを組む。 のから、多分始めていったほうが、かそのサッカー好き、野球好き、バスケットボール好きに集めたらそのコンテンツ、むちゃくちゃ作んなきゃいけないですよ。だから、なんか、一個に絞った方がいいと思うんですけど、もし、絞るなら何にしますか今おっしゃっていただいたことを採用させていただけるなら、やらせていただきたいと思います。<laughs> ありがとうございます。はい、すあると思い。ます、ね、で、そこで趣味同士を、英語でやってもらえばいいと思いますし、僕もその、英語始めて、まだ1年ぐらいですけど、初心者の時って、コミュニティに行ったって、まず、英語が分かんないんだから、そのコミュニティに行く価値がないんですよ。 ある程度ちょっと喋れるようになってからしかそ価値が提供できないと思うんでそのどこがターゲットですかって聞いたのはそういう意味なんですけど初心者ってなかなかコミティいかないんですよ。 申し訳ないですまだ未熟者でいろいろご教示だきながらやっていければだってその1000万欲しい中の800万が広告費じゃないですかでこんだけやってご自身の YouTube があるのにさらに800万広告費に使うというのはちょっとナンセンスだなと思ってて、うん、何にすするんですか800万インスタグラム広告とさっきお話したフェイスブック広告であるとかそういうところに活用していこうと考えてました。でですね作ったりであるとか え広告費であるとかそういうところを継続的に1年間していけるように800万円でいう予算を取らせていただいたんですけど、まあ、ルパの,の YouTube はまだ活用1回もしてないのでそれも見ながらあの微調整はかけていきたいなというふうに思っております。ーここで 面機能を武器に動画編集案件獲得スクールなど事業を拡大スキル獲得こそが安定と自由の根幹理念を掲げる動画編集キャンプは主要7都市へと展開する動画マーケティング業界の未来を変える青より入れてさらなる深みを持つ青を求めるここで CPA が1万円なんですよね、はい、破綻することに気づきませんか <laughs> うん、うん LINE 登録後の制約率が10%ですよねつまり CPO っていうんですけれども、はい、コスパオーダーつまりお金を払うまでにかかる広告費が10万円なんですよ極端、はい、価も5000円じゃないですか、はい、LTV でいうと20か月分ですよね20か月経つまで広告費を回収できないっていうのはビジネスモデルとしてめちゃくちゃ弱いんですよ、はい、ルバ先生は確かに魅力的吉田さんの魅力はマーケティング能力であるはずなのにマーケティングがこんなに破綻しちゃってるのが今出せない理由なんですね 僕は出しますお疲れ様でした竹内社長から、えー、さらに200万円が、えー、出されましたえ令和のトランフランチャイズで儲かってるから<ー> <laughs> いっい発注や、珍しいじゃん、こんな <laughs> <laughs> 英語に興味が今、すごい角度が高いんで最近やっぱおサイト儲かってるんね、いね <laughs> いや会社のお金じゃないんで、大丈夫です。個人。現時点500万円で、あと残り500万円となっております、どうぞ ほ、ねうんとなんのためのユーチューバーだろうか、うんはい、こういうリスティングとか LP ねそういうのいらないためにね先生呼んでるのにそんな、先生が800万欲しいわ。ねそうだよね。はいお ただ動画編集キャンプは YouTube 集客に YouTube 広告を掛け合わせた瞬間に売り上げ2倍になったんですよなのでやり方次第はいいと思います僕はなるほどだからじゃあトゥルービューならいいってことそうですそうですノウハウもあるんですけどそうです吉田さんが金もノウハウも提供しなきゃいけないよどうする独自のサービスやった方がいいんじゃないの なに LP いらないらです動画からって、動画ある程度見て、納得してから行くんで、またそこで読み物見せられても、離脱率が上がっちゃうんで、もうなんかそのオプトページみたいな、本当に QR と LINE だけのページでいいと思うんですよ。その LP 作るとかもいらないと思うんで、結構削ぎ落とせるのかなとは思うんですけど。価格は変えるべきで、うんえと、戦略も変えるべきで、<laughs> 全部変えるべきなんですけど、うん、<laughs> なんていうかな、結構僕は、僕が介入したらめちゃくちゃ儲かると思ってるんですよ。なのでリターンを もっと魅力的にししてくれたら僕出しますはいもちろん,そんでどこまで行けまでいすかいやもう本当にあに提示いただいたことをお話し合いする中で、はい、あのできるだけ飲めるようにですねあの、うん、お話させていただければと結構僕介入したいんですけど例えば今競争用ろとしてるじゃないですか僕それ止めたいんですよ絶対こっちと掛け合わせて単価を上げてもっとうまくやるべきなんですけどそこら辺も僕意見しても大丈夫ですかもちろんですある程度はいじゃあ僕全部出します <laughs> 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 えそう、あさんから、えっ、ー、と、一千万、えー、出ましたが。えっ、ー、と、岩井さん、これ、乗っかっていいんですか。あ、はい、えっと、<今>いい、んですか、い<や>ここ。今は、乗っかるとし全額しか出せない。そうなんです、目標<ー>は全額。一部が出せない。同じタイミングで。はい、一応、じゃあ、あおさんから、一千万円が、積まれました。どうされますか、はい、皆さん、大丈夫ですか。武雄さんもよろしいですか。 はい大丈夫ですはいというわけで、えー、とこの時点で、えー、と先ほど竹内社長から500万はでに積まれてるんですが終わる前にね碧、えー、さんから全額が出ましたのでこの時点で青さんの方の1,000万が優先されますのでこの時点で青社長の1,000万によって完全オールとなりました。おめでとうございます<し> めちゃくちゃゃく得意料金なんで一緒に頑張っていきましょう,うよろしくお願いします,いますおめでとうございます <laughs> あそれではじゃあルッパさんの方からまず完全オールされて一言お願いいたしますあ,あ皆さん今日は本当にありがとうございましたああとてもいい,いい経験でした <laughs> ああ僕はまだ日本語を勉強中ですので <laughs> <laughs> ありがとうございますああこれから素敵なビジネスを作りましょうお願、はいくします じ続きまして吉田さんからも一言お願いします。はい、えー、本日は本当にありがとうございました。えっ、ー、ともう本当にこれ大きいあの金額だと思います。重みしっかり受け取って24歳なのであの若者の希望にしっかりなれるように夢を与えれるように、えー、頑張っていきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。おめでとうございます。<laughs> じゃあ最後に完全オールになりましたが、えっ、ー、とトラの方からお一人ずつ、えー、島屋いかがでしたか。いや僕はちょっと出したかったんですけど。<laughs> はい。はい 青社長のね、その戦略があって、えー、社長に必要な素直さもすごい兼ね備えていると思うので、で、演者というかね、アーティストがいるっていう、最強の婦人ができたなと思って出そうと思ったんですけど、出せなかったんで寂しいですけど、応援します。はい、はい、続きまして横取りされた竹内さんいかがですか <laughs> えと今回のオールの30%は僕のおかげだと思ってます。<laughs> <laughs> 頑張ってください。<laughs> ありがとうございます。じゃ続きまして高澤さん。はい。僕、正直刺さってなかったんですよね。 英語のビジネスって本当にたくさんあるし、ここにまあすごいこういいコラボだと思うんですけど、本当にうまくいくのかなっていうのはあの少しちょっとふわふわしてたんで、あの青さんのこの一撃があって本当に良かったと思います。はい、おめでとうございます。じゃあ続きまして林さん。はい、YouTube かけるビジネスっていうのがね意外と難しくて、僕もね上手くいってる部分もありますけど難しい部分もあって。 ぜひ吉田さんここのね英語部門は僕がね切り開けなかったんでぜひあのうまくやってほしいなと青さんが力を貸してくれるなはいけると思いますんで僕は正直100万だけチラッと乗りたかったんですけどそれがねこれ乗れない形だったんで順番にいってワンチャンチラッと100万あの混ざれ,ればよかったなと思ったんですけど,どその作戦だったんですけどねはい頑張ってくださいありがとうございますじゃあ最後に青さん一言お願いします僕はこれはめちゃくちゃ成功確率が高いと思っていて 他の人に一円も乗っかられたくなかったので頼り出しあの、僕のものにしたかったです<ー> <laughs> はい、あの一緒に頑張っていきましょうよろしくお願いしますよろしくお願い,いたします、はい、ありがとうございますそれでは最後に岩井主催お願いしますはい、最初から最後までお聞きしててずっととても爽やかで優秀な方だと思ってたんでうん、うん、僕実は最初からずっと青ちゃんに念を送ってたんですよ <laughs> 一人で出せ、一人で出せって <laughs> で、あの最後ボンと出してくれたんで やっぱ稲葉と違うな <laughs> <laughs> やっぱさすがお茶だなって僕は今日はお茶のことを見直しましたここ最後一つだけ誰もつくまなかったんだけどこの日本一英語を勉強しない英会話スクールこれどっかで聞いたことありませんか日本初授業しない塾武田塾パクリやろ尊敬尊敬の敬意を称してですね今回ちょっとでもパクったよね パクったとえばまあそうですいやそれを思いながらこれ作ったよねはい令和の虎いつも拝見させていただいているので間違いない誰か突っ込んでほしかったな誰も気づかなかったいや気づいてました気づいてましたけどやっぱりその敬意を多分表したんだろうなって思ってましたよありがとうございますそういうところはバラエティ的に突っ込んでいただいた方がはいおめでとうございましたじゃあパクリの吉田さんということでおめでとうございましたお疲れさまでした 英語の勉強をしない英会話スクールで挑むタイガーファンディングその結果は青が独人なしを表明見事完全オールで終幕業界に打ち込む新たな一手志願者の挑戦が幕を開ける物語の行方は続報まで 仲間とつながれるトラとつながれるもちろん主催者もつながれる令和のドラファンクラブ入会はこちらから